寺田信也は、テレビ朝日総合編成局制作一部に、所属のゼネラルプロデューサー、プロデューサーである、東京大学文学部出身、チーフプロデューサー昇格以前は、平成隆市常務総合編成局担当、川口雄二編成制作局編成業務部長が、制作する番組を担当していた。2008年8月頃から、 加工が担当していた一部の番組を引き継ぎ30代前半という若さでチーフプロデューサーに昇格。昇格後も一部の番組では演出も兼務していた。2009年7月からはゼネラルプロデューサーに昇格。2011年7月からは編成部に移動し、2013年6月まではカジオサム3班が制作している番組を中心に編成、プロデュースを担当していた。 2013年7月からは制作一部に復帰し、藤井智久の下で主にプロデューサーを担当。2014年7月からはゼネラルプロデューサーに再び昇格。鉄子の部屋など、藤井 GP が担当していた番組の一部を引き継ぐ。自らが演出担当していたバラエティ番組の中には、いきなり、黄金伝説。今すぐ使える豆知識クイズ雑学を。 何これ珍百景、池上明の学べるニュースなどなど、深夜番組からゴールデンタイムに昇格した番組が多い。ありがとうございます。